51歳の女で非正規雇用の児童相談所で継続雇用か介護施設で働くか迷っています。どっちもきつくね。なんでそんなきつい仕事を選ぶんだろう。介護施設は体力仕事だし、児童相談所も結構走り回ったりするから、もうちょっと楽な仕事を選んだ方が良くないですか。好きだとすればより好きな方を選んだ方がいいと思いますけど、ただ僕介護の仕事があまり好きじゃない理由は、その先に絶望しかないんですよね。では本当に働いてらっしゃる方には申し訳ないんですけど、介護で一生懸命どんなに助けてあげたとしても、その人たち必ず死ぬじゃないですか。80歳ぐらいのおばあちゃんで毎日仲良くなってちょっとずつ手助けしてっても、どんどんその記憶は失われるし、能力も下がってくるし、病気が悪化したり持病が増えたりで、最後必ず不幸になるんですよ。でも児童相談所の場合って、子供がなんか不幸な状態になったとしても、その問題が解決して幸せになりましたとか、入りたかった学校に入れましたとか、就職できましたとか、関わってた人たちが幸せになることが割と多いんですよ。なので僕だったら関わる人たちがどんどん幸せになる仕事を選ぶと思います。ただ介護をする人は必ず必要なので、その介護する人は偉いなとは思うんですけど、僕はあんま好きじゃないですね、自分が仕事としてやるのは。なので、お医者さんの中で、お医者さんって基本的にはその病気になったりとか怪我した人を相手にするんですけど、産婦人科だけその子供が生まれたのを喜ぶだけで誰も不幸な人がいないっていうのがあって、なので産婦人科だけ不幸な人がいない場合があるっていう科なので、それはそれで面白いかなと思ったりします。現在看護師として働いていますが、若いうちに他の職業も経験しようかと考えています。おすすめの業界ありますか？22歳です。結局のところ利益率が高いのは今は IT なので、 IT の業界に一回行っとくと、いかに人は楽をして稼いでるかっていうのがわかるんですよ。で、それでも介護が好きだったら介護に行けばいいと思うんですけど、最初から介護とか肉体労働系のところに行っちゃうと、楽に稼ぐ職業が世の中にあるっていうのがわからなくて、これだけきついのが普通であるって思っちゃったりするんですよね。なので楽に稼げる業界を一回見てみるといいんじゃないかなと思います。私は介護の専門学校2年生で、実習やひろゆきさんのお話や給料面でも介護の世界の厳しさを直面し絶望しています。専門学校から大学に3年中編入できるらしいですが、やりたいことがないので大学に行くことは良いと思いますか？はい、良いと思います。本当に介護で一生暮らすんだってなれば介護で全然いいと思うんですけど、大学を卒業しとくと選択肢が増えるんですよね。介護やってもいいし、別に大卒だからじゃあIT 系の会社入ってもいいし、なんかテレビ局好きだからテレビ局の AD になれますでもいいんですけど、何か就職するときに大卒じゃないと申し込めない仕事ってちょこちょこあるので、なので選択肢を広げるっていう意味で大卒になるっていう方が人生は選択肢が増えていいんじゃないかなと思います。選択肢が自分にあると人は幸せに感じるっていうのがあるんですよね。自分が選択できなくて命令された通りにやり続ける人ってどんどんストレスが溜まるんですよ。でもそれって自分が選んだと思えればそれってストレス溜まんないんですよ。結果としてやることが一緒だったとして、じゃあひたすら畑を耕す仕事っていうのと、ひたすら石を磨く仕事っていうのがあったとして、あなた石を磨いてくださいって言われてずっと石磨いててマジダリーってなるんですけど、横でじゃあ畑耕してくださいって言われて、もう畑耕すとマジダリーってなるんですけど、畑を耕すのと石を磨くのどちらがいいですか？好きな方を選んでいいですよって言われると、じゃあ俺畑かなみたいに思って、畑耕してる人って自分が好きで畑を耕してるから、俺これ面白いと思ってやってるし、でも畑耕すとさ、植物とか育ってそれ食えるし、植物育つの見えるから面白くねみたいな、自分自身も説得しちゃったりして、自分が選んだ結果は正しいって思っちゃうので、結果としてストレス溜まんなかったりするんですよ。なのでその選択肢が多いことっていうのは、同じことをやっても幸せを感じる可能性が高くなるので、なので介護しかできないじゃなくて、自分が選んだって思えるように選択肢をなるべく広げるっていう方が人生は楽しくなる確率が上がるんじゃないかなと思います。もちろん人によりますよ。私は高校時代に介護の国家資格を取得しました。職業高校に行って、親の食いっぱぐれない職業についてほしいという願いから取得をさせてもらいました。しかし自分の中では介護福祉士よりスーパーのレジ店員やコンビニ店員として働いてる方が楽しいです。親から取らされた資格を絶対使うという義務に子供はありますか？子供に義務はないですけど、ただスーパーのレジ店員とかコンビニの店員ってやってる 1,2 年は楽しいですけど、3年目から飽きますよ。あと給料増えないですよ。30歳で死ぬんだっていうのであれば別にいいんですけど、40、50まで生きる予定であれば、一応なんか40、50でもそれなりに給料が増える仕事に就いた方が人生楽だと思いますよ。臨床検査学科にいます。介護職はあぶれることはなくても儲からないと言っていましたが、病院も同じですか？病院の方がまだマシですね。自由診療とかがあるのと、要は患者さんを短時間で大勢見るとかっていうのが可能なんですよね。介護の場合ってもうベッド数限られてますとか、要は介護ずっと介護しなきゃいけないんで、10倍の速さで相手を見るっていうのができないんですよね。
介護業界って大企業が参入する間見ないでしょうか？ないです。私利私欲の個人経営者ばかりで、どこの施設の介護職員も低賃金重労働で疲弊しています。はい。その通りです。介護の業界って、こういう作業したらいくらもらえますっていうのは、国がもうルールを決めてしまってるので、いくら個人が頑張っても、めちゃめちゃベテランだから給料倍になるかっていうとならないんですよ。めちゃめちゃ優秀な人でも、1日介護で行ったら、その人やっぱり1人しか見れないんですよ。優秀な人だから3人一緒に見るとかできないじゃないですか。訪問介護とか。なので、どうやっても儲かることがないんですよ、介護業界って。なので、大企業が参入してもメリットがないので、大企業で昔そのグッドベルとかが参入しましたけど、確か辞めちゃいましたよね。今後日本において介護の仕事は食いっぱぐれることはないですか？ないと思います。そもそも介護の人給料が安いので、なり手が少ないのと、高齢の人の比率はどんどん上がってくるので、食いっぱぐれることはないと思います。ただ、給料が上がるかどうかと仕事が大変かどうかは別の話です。小規模の施設の施設長も考えて勉強しています。また日本の介護業界のテクノロジーは発展しそうですか？人によっては福祉のテクノロジーを輸出しようと考えているみたいで、そんなにうまくいきますかね？うまくいかないと思います。結局その日本の介護の場合って、こういう介護をしたらいくらですよっていうのが、国がお金をくれるっていう形で介護事業が成立してるんですよね。自分が受けたサービスが良いサービスだから自腹でお金を払いますっていうので介護を受けてる人ってほとんどいなくて、国がこういうサービスをやってくださいって言われた通りのことをやると、国の言われたことを言われたままにやると国からお金がもらえるんですけど、じゃあ機械を使いますとかロボットを使いますっていう国から言われたやり方と違うやり方をした場合はお金もらえないんですよ。だってそのやり方に対して発注したわけじゃないからみたいなので、技術を発展させて介護事業者の負担を減らそうとか機械化しようっていう金銭的なモチベーションはないんですよ。社会としてはこういうのが必要だよねっていうのを思って開発してる企業とかはいるんですけど、実際でもそれをじゃあ介護の現場の人たちがこれを使って便利になって収入が上がるかっていうと、むしろ収入下がるんですよ。じゃあ国の方が新しい技術に対してガンガンお金を出して普及させればいいじゃんってなるかっていうと、ご存知の通り IT 大臣がハンコ大臣である日本のことなので、 IT っていうのは理解できないから導入しない、よくわからないから導入しないっていう、いつもの流れで、10万円の普及金もなんかマイナンバーのサイトにオンラインで登録をしてもらうじゃないですか。10万円もらえるので登録した後に出てきたデータをプリントアウトして役所の人が口頭で読み上げて、もう一人の人がその聞いたのをノートパソコンで目視で確認するみたいなっていうのを日本の役所の IT はやってるので、なかなか先は長いんじゃないかなと思います。まあ日本じゃない国で多分介護事業やった方が儲かるんじゃないですかね。21歳介護職をしています。肉体労働で人員不足なので毎日仕事がとてもきついです。ですが人間関係がとてもよく、ずっとここで働けたらいいかなと思います。話は変わりますが、最近医療機さんの動画を見るのがとても楽しいです。元気をもらってます。よければ仕事頑張れていてほしいです。よろしくお願いします。はい、仕事頑張ってください。介護はね、大変なんですけども、介護やってくれる人がいないと世の中回らないので、今見てる方は無職とかニートとか、子供部屋おじさんと子供部屋おばさんとか、ひたすら社会の人たちが頑張ってる、作った富をサボってる方々だと思いますけども、世の中介護とかで頑張ってる人がいるので、社会がなんとか回ってるので、そういう人に感謝しつつ、無職生活を続けてください。介護職についてです。無能な方にはかなりおすすめで、8年続けているだけでプラスで10万円給料上げますとか、どれだけ仕事ができなくてもあの手この手でできそうな仕事を回してくれたりと、真面目にお得なことがたくさんありました。女性であればほぼ間違いなく産休給がもらえて、その後の仕事はまず時短勤務などやめないよう手厚くサポートしてくれます。無能な皆さん介護に来た方がいいと思うんですが、どうでしょうか？全然いいと思います。体力がないと結構きついんですけど、力があったり体力がある人だったらいい稼ぎにはなると思うんで、ただまあ一生やれる仕事ではないので、そこはきついんですけど、まあ、ただ腰掛けでとか、とりあえず今お金欲しいですって言うんだったら、介護は全然いいんじゃないかなと思います。介護業界について意見が聞きたいです。今 SE をしてますが、仕事が辛いので転職を考えています。介護業界に興味がありますが、給与水準が低いのが現状です。はい、低いですよ。介護需要はこれから上がる一方だと思うんですが、ひろゆきさん、これからの介護業界どのようになると思いますか？給料は低いままです。上がることはほぼないと思います。介護の場合税金から出されるので、で日本の景気が悪いままというのはほぼ変わらないので、そうすると介護に対してのその税金の補填っていうのが増えることはまずないので、介護自体が好きですっていうのであれば全然いいとは思うんですけど、ただその介護ってもう本当に体力仕事なんで、30ぐらいまではいけると思うんですけど、40になると腰弱しちゃってぎっくり腰とかになっちゃって、介護しかその仕事の経験がないのに、肉体系の仕事ができなくなる40のおっさんの出来上がり、40のおばさんの出来上がりになっちゃう可能性があるんですよね。なので、なかなか厳しいので、長期的には介護っていうのは一生できる仕事じゃないんじゃないかなと思いますけどね。
26歳介護職で働いています。周りは30代後半から40代後半で、自分一人だけ若いので、このまま続ければ出世コースなのですが、続けるべきですか、それとも未経験でプログラマーの職転職した方がいいですか。体力があって介護の仕事が楽しいんだったら、そのまま全然介護でいいと思いますよ。プログラマーになったとしても向いてない可能性があるので、プログラマーが好きな人って割とその人間関係苦手な人が多かったりするんですよね。他の人間に関わるぐらいだったらコンピューター向いてる方が楽しいよねっていう人がいるんですけど、介護とかみたいな、あの人と関わってることとか喜んでくれてありがとうって言ってくれるのが楽しいっていう人であれば、多分人と関わってた方がいいと思うんですよね。そのプログラマーって基本ありがとうって言われないんですよ。サービスを使ってる人って直接会って俺を言うことはないので。30歳の男の夜勤専門介護士で、仕事中は自由に過ごせるため本を読んだりネットをしたり気ままに過ごしており、毎日楽しく暮らしています。介護の仕事も特に苦にならず、ちくんの処理やイカれたおじいさんの対応も得意です。しかし今後体力的に大変かと思い、プログラミングの勉強をしたり施設運営の勉強をしています。人手不足の問題さえ解決すれば、施設長として介護業界のままでも良いと思います。他の仕事の方が良いと思いますか。まあ向いてるのであれば施設長コースでいいんじゃないですか。介護の仕事がなくなることはないんですよ。ただ給料が上がらないというだけで、ちゃんとあの仕事が苦じゃなくて出世できそうだったら、別に介護の仕事で食いっぱぐれることはないと思うんですよ。むしろやったこともないプログラミングに行って苦労するよりは、今の慣れてる仕事の方が全然幸せなんじゃないでしょうか。介護職4年になるのですが、仕事が嫌で通勤時など泣いてしまいます。やめてください。介護が好きというわけでもないので、転職を考えるべきでしょうか。はい、あの介護をいくらやっても給料上がらないので、やめたいと思ったらさっさとやめちゃった方がいいですよ。某介護グループで働いている30代介護福祉士です。数年前に私の職場の部長課長が変わってから、離職役職自体が相次いでおり、精神的に病んでしまっている人もちょいちょい出てきました。現場の仕事が回りません。崩壊寸前かと思います。今後このような職場はどうなると思いますか。離れた方がいいでしょうか。はい、離れた方がいいです。経営者側がアホなのでさっさと逃げた方がいいですよ。人が抜ければ抜けるほど待遇が楽になる会社と、もっと厳しくなる会社があるんですけど、大体そういう会社って待遇どんどん厳しくなっちゃうので、辞めれるタイミングでさっさとやめちゃった方がいいと思いますよ。介護職を8年ほど続けた40代のもので、他業界への転職を考えています。転職先の業界は相当限られますか。いいえ、別に40歳で転職する人なんて世の中いっぱいあるので、別に問題ないと思いますよ。ただ介護職、まあ40過ぎると結構体力的にきついので、転職は全然ありだと思うんですけど、8年間やったっていうので、普通に真面目に働けましたって話したので、他の仕事でも真面目に働けますっていうのでアピールしていけばいいんじゃないかなと思います。40歳のバツイチ、子供なし男、介護職7年目です。高卒で30代前半までフリーターでした。このまま介護を続けても手取りに10万から収入が上がりそうもなく不安です。上がらないと思います。これからどう生きたらよいか分かりません。生きるヒントをください。よろしくお願いします。管理職目指してください。もう40歳なので、何のスキルもないところで他に行ったとしても結構きついと思うんですよ。もう7年やってるのであれば管理職いけると思うので、で、介護の管理職に行って、た後であれば管理職経験っていうのが他の仕事の転職するとき役に立つと思うんですけど、今のそのワーカー下っ端っていう状態、40歳で他のところの未経験の業種に行くのはかなり難しいんじゃないかなと思います。介護の用具を販売レンタルする仕事は儲かりますか。介護ベッド、車椅子など、まあそこそこは儲かると思いますけど、べらぼうに儲かることはないと思いますよ。自分で買わない人たちも結構多いので、例えばじゃあレンタルで2年間借りますって、なんか2年後にその人死ぬみたいじゃないですか。介護になる人って10年以上は生きないよねみたいなのある程度分かって介護の準備をすると思うんですけど、どうせ長く続かないからレンタルでいいよねってなかなか家族は言いづらいと思うんですよ。本人もなかなか、まあ自分で買うわけじゃないじゃないですか、介護ベッドって。なので長生きしてほしいからこのベッド買ったようだったらまだ通じると思うんですけど、レンタルにすると早く死んだ方が得だよねっていう案にそのメッセージが伝わっちゃうじゃないですか。なので結構微妙なんじゃないかなと思いますけど。社会福祉学部って役に立ちますか。まあ、介護のその研究をしていくっていうのはありだと思いますけどね。本当にちゃんと研究してるのかどうか各学校によると思いますけど、介護を効率よくするっていうのは割と日本の社会はかなり重要になってくると思うので。肉体労働できるやつは頭脳労働もできるもんなの。
なんだろうな、例え話としてややこしい話を言うかもしれないんですけど、ボクサーってめちゃくちゃ頭いいんですよ。チョッチュネーの人とか、言葉遣いとか単語のボキャブラリーを多く知ってるかとかだとそんなに頭良さそうに見えないんですけど、反射神経で体を動かすっていう、要は反射神経って脳の活動なわけじゃないですか。こっちから殴られそうになったら体を動かして避けて、こう左から殴るとかっていうのを瞬時の判断をして体を動かすっていう脳の判断の速さと、それに合わせて体を精密に動かすっていう脳自体の機能としてはめちゃくちゃ高いんですよ。なので頭がいいか悪いかで言うと頭はいいんですよ。ただそれが言語能力だったり抽象的なものを説明する能力だったりとかっていうのに使われてないっていう話なので、イチローは野球うまいけどサッカーやらせるとそんなでもないよねみたいな話で、頭がいいって範囲が広すぎる、まあそういうことなんですよね。頭がいいのね、定義がね、人によって違うのでややこしいんですよね。将来海外で暮らしたいと考えている30代男性ですが、両親が今60代です、もし実現できたとして、親が病気や介護が必要な時どうすればいいのか分かりません。ひろきさん、両親や親戚にどんな風に話し合っていますか？何も話してません。勝手に何とかするじゃないですか。多分うちの両親って僕が親の世話をすると思ってないと思うんですよ。どうせ僕はやらないだろうなっていう認識のままだと思うので、で多分それは正解なんですけど、もうやらないという、聞かれてもいないですけど、するとか、まあ、どうせしないだろうなって思われてるので、まあそういうキャラていた方が楽ですよ。はい、まあやりたいんだったら全然やってもいいと思いますけどね。はい、親のことが好きでないなら介護をすれば苦労しなければ後悔するかなと葛藤しています。見解を聞かせてください。あ、試してみればいいんじゃないの。とりあえずほっといてみて、なんか悪いなと思ったらやってみればいいし、悪いなと思わないんだったらそのままでいいんじゃないですか。